さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はすっきりとしております。さてさて、ヤフーニュースのニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお届けしたいと思います。まず国内ニュース、国交省、国土交通省以外は OB に人事情報を提供していないということです。逆に言うと、国土交通省だけは人事情報を OB に情報提供していたということですね。これは公明党危うしですね。はい。次、保健所の移行、高齢者に広がる懸念。はい。わし、マイナンバーカード持ってないんじゃよ、みたいなね。はい。そういう人ですね。はい。懸念はわかりますが、時代は変化するんだよね、自分が生きてる間に。それは高齢者になっても同じです。若い時だっていろんな変化に対応してきましたよね。これからも頼りましょう。お子さんがいらっしゃると特にいいでしょう。お友達でもいいんですよ。誰かに頼ればなんとかなるんですよ。はい、頑張りましょう。幸せ願い、子供を手放した母。ね、こういうことも大事です。はい、可愛い子には旅をさせよう。苦渋の決断でそういうことをすることもありえます。はい。世の中いろいろです。はい。次、国際ニュース。NATO 事務総長、任期を1年延長か。はい。今、ウクライナ問題がありますからね。今、事務総長を交代している場合じゃないんじゃないかということですね。はい。いいんじゃないですか？別に。例外事項としてね。例外措置としてね。はい。1年ですから。さあ、2年3年伸ばしてくれって言ってるわけじゃないんですからね。はい。北朝鮮、早期に再打ち上げの方針。それはそうでしょう。はい。技術的な問題があったから飛ばせなかっただけでね。本当は飛ばしたくて飛ばしたくてしょうがないんですから。はい。はい。米中外相会談、主張の隔たり大きく。いや、大きくていいんですよ。主張の隔たり大きくていいんですよ。ここで逆に言わなきゃいけないことを言ってなかったらまずいですから。はい。一番大事なことは、実際に会ったということです。実際に会って握手をしたということです。はい。これが大事です。はい。次、経済。東京株、バブル後最高値を一時突破。はい。まあ私には嬉しいニュースですよ。はい。非常にたくさんの300は持ってないかな、200ぐらいの銘柄持ってますから、はいはい、嬉しいことですよ。はいはい、まあ続けばいいんですけどって感じですね。はい。次、学び直し転職に平均24万円助成へ。24万円で足りる資格と足りない資格があるんですよね。まあだから平均24万円っていうので、まあ合ってるんじゃないでしょうか。はい。妥当だと思います。はい。トラック中継予想で異例のタッグ。異例のタッグとは、カゴメと日清製粉ウェルナーだそうです。はい。全然違う会社ですね。まあ食品としては一緒ですけど。はい。次、IT。ウマ娘めぐる訴訟、コナミの主張とは。はい。パクリじゃないかと言ってるわけですよね。はい。ほっときましょう。もうこんなの裁判所が解決してくれます。はい。ブログ風ツイート、新たな魅力に。はい。ツイートをブログのようにね、160文字でしたっけ。で、ブログ風のツイートをやる、これはなかなか技術がいりますね。はい。まあそういうのもいいんじゃないですか。はいはい。ただツイッターのそのなんていうか意義からはずれてますけどね。はい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 。ただまあ新境地を開拓したいという人の気持ちはわかりますよ。はいはいはい。次、偽りの高評価、ナンバーワン広告が横行。はい。ナンバーワン広告、なんとか満足度ナンバーワンでちっちゃく何々調べって書いてあるんですけど、その何々調べがあんまり大したことないみたいなね、ありますよね。はいはいはい。シールに騙されないようにしましょう。はいはいはい。
限定醸造とか限定なんとかとかもあれですからね、飲み物食べ物の限定ってやつ、あれ新商品とかもあれもくせ者ですからね。あれ今年また出した新商品みたいな、去年も実は出してました新商品みたいな、はい、毎年1回やめればまた出せば新商品になるということでね、実際にはただの復活商品だったりしますからね、はい、けどちょっと味を変えたりして新商品にしてたりするんですよ。これがまたもういやらしいですね。はい、そういうことあります。はい、経口中絶薬の使用始まる。はい、いいんじゃないですか。はい、レイプされた人とかね。はい、国内最高齢のカバが死ぬ、53歳。ほー、そんなに長生きするんですね。はい、鬼滅の刃柱稽古編制作決定ということで大ニュースになっておりますね。はい、前から話題になってましたけども、新編待つという新編を期待という声がありましたけどもね、はい、いよいよ発表されました。はい、映画通り部2予定通り公開へ。そうですか、よかったですね。はい、広末涼子の夫、何でしたっけ、キャンドル・ジュン氏の訴え会見全文、はい、私読みましたよ。一番かわいそうな子は子供だと思います。はい、一番かわいそうな子供です。はい、次、スポーツ。錦織、1年8ヶ月ぶりの復帰大会、怪我からの復帰大会で優勝ということでね。まあ、ちっちゃい大会ですから、こんなので喜んではいられません。錦織さんは次を見据えていると思うんでね。はい、頑張ってください。はい、大谷が24号逆転ツーラン、2試合連発。すごいですね。はい、セパ交流戦、決着の鍵、TQB とは。もうどうでもいいです。はい、こんなの。はい、交流戦頑張ってください。はい。もう、専門用語いりませんって。そんな交流戦ごときに。はい、以上です。今日のニュースは以上です。皆さんはどんなニュースが心に残りましたか？そうですね、私はやはり米中外相会談の主張隔たり大きい、これは予想通りなんですが、まああってよかったなということですね。はい、できるだけ穏便にね、あの2つの国は衝突してほしいからですからね。はい、穏便に衝突してください。はい、頑張ってください。はい、そんなところです。今日の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。